はい、どうも堀内です。今回もですねプラネタリアナレーションやっていきましょう。さあ今回はねこの一つの惑星ですね。あ、見つけた見つけた。で次回これいきますか。マーク付きバトルね。さあここではね、普通に他の惑星なしで戦うので速攻でやってね、もう一個次の行ってもいいんですけど、ちょっと次の戦いが長そうな気がするので、ここすぐ終わったらね、関係ない方行こうかな。まあ、今のところね、ロボット重視でやってますけども、あ、小さいな。あ、敵2体いる。ちょっとこれは予定変更ですね。頑張らないと。2体でこれって、どうやって、何、ここに3人振って2対1やんの。それはちょっとやばいな。え、こっち少なすぎない？ちょっとどうやってやろう。近場に塊がそうないので、どっちで行ってもなんか変わらない気がするし、敵も塊に振るって考えると、この4444のどっかでしょ。これはもう破れる可能性ありますね。いや、気が抜けなくなりましたね。今まではね気抜いてましたけど、こうなっちゃうとね。まあ、敵の偵察最優先の方がいいかな。どこ取れるのかっていうのを把握した方がいいよね。終わったらじゃあロボット出すか。33で適当に放てば見つかるでしょう。君、それが終わったら対空で電気作ろうかな。艦艇路線ですね。ちょ、まずもう見に行きたいな。戦車作るか。この段階で戦車工場、この段階で敵怖いですね。すぐ来た場合物量で押されますからね。ちょ、ここ行ってみよう。ここいなければ取りに行く感じね。なんか見つけてない？戦闘力残しながらやらないとね。終わったか。いないね。あ、あれ、あ、そうか、いるね。そこで戦ってんならいるよね。あ、裏から来てますね。やっぱそっちになったか。これやりづらいな。こんな感じで配置しましょう。一回制圧用に部隊を展開しましょう。今電気作り始めたんじゃちょっと遅いな。どうなんだろう。これは
敵来てますもんね。ロボット軍団なんなら負けてますもんね。あとは何作ろうかな。結構な大群。工場作って押すしかないですね。自利品ですね。上級を作る資源はないでしょう。低コストで押していきましょう。余裕ができたらかな。危ない危ない。ちょっと押せないかな。お、いいね。このタイミングで工場作ろう。先に対空をね置いておきましょう。で工場ですね。そこにいんのか分かったところでね、辛いよね。地道に資源をね、かすめ取りに行くしかないかな。抑えれる場所を抑えに行こう。こここれいるかな。できたのでユニット作りましょうか。これ地道にこう作って守ってって感じかな。さすがに資源が持ってないので、あれ作らなかったっけ。ここからどうしようかな。一回上級を作りたいですね。
こっから出してどうだろう、これやばいぞ。こう取れそうでありますね。それ一回いいや。これをこの一人がね作ってくれればっていうね、勇者的な。まず片方潰しましょう。電気を変換できないかな。すごい電気余ってますよね。これは待機だな。まあ、攻めきれはしないですね。コマンダーがいるぞここになぜ出てきたんだ。狙いそうですね、逆に。そんな弱くはないけどね。挟まれてるねま狭いから仕方ないんでしょうけど、そういう位置なんだね。あれ押せばいけるぞ。コマンダーが死ねば1個こっちに来ますから。押せ押せ押せあれ1個間違えてる。1個裏ね。でこう取れましたね、だいぶね。これはありがたい。もうちょっともうちょっとだいぶ削りましたよ。使いたいな、もっと。よし1個滅んだ1個滅んだ。これは大きい。まず拠点内の改革とともに対空の強化で、あそこの制圧ですね。でこれが取れたのを確認できたので制圧しましょう。これ大きいですよ。で対空を置きまして裏ですね。まだまだか一人だもんね、ずっと。いや我慢しながら攻めたがやりましたね。これで
手伝いまして、どんどんねやっていってと。さあ強化も進んできましたね。戦車は、そういえば戦車工場ってどれだ、これか。やっぱずっと作ってるんだ、大変ですね。よし、敵のねコマンダーがいた場所制圧完了しましたよ。こいつは一回アップグレードかな。どっから来てるこれ。あー、これね、これ当てに回そう。ここのガード増やしますか。いいねいいね。これはどっからできたやつ。すぐ近くか。邪魔なんでね、適当な場所に送りましょう。これここか。お、だいぶ変わりましたね。敵コマンダーがなんか誘い出された感じかな。撃ち取りましょうか。出てきて残念ですね。すぐそこまで来てましたね。あ、こんなに拠点広いのにもったいないですね。こんな大群もいたんだね。やっぱ進んでくると敵増えるんですね。まあ厄介でありましたけど、まあそんなにね問題なかったですね。次回もじゃあ2対1か。ここが本当の戦いですね。すべてのコマンダーの建造部の建造速度 50% エネルギー消費量 50% 削減。これやるか。次回はね4つの惑星、これはどうなるでしょう。3対1もありえんのかな。まあ、テクノロジーでねサブコマンダーっていうのがあるんですけど、それを引けば2対2とかでできるんですけど、それもないので、まあ、1対1でね頑張っていきましょう。